Hey guys, welcome back to another episode of The Legend of Hero Trails in the Sky Second Chapter. It's your boy Calibur Gaming, and you know how we do things around here. We have one more quest we need to take care of before we can move on with the main storyline. And I forgot where it was. I think where Homeboy was, because I saw him while I was running around last episode. I think he was in this building right here, maybe? Yes. Most games wouldn't care about small details like this. No! なるほど。いろいろと準備がいるわけね。お気遣い感謝するわ。さてと、仕切り直しだな。まずは手始めに、俺の方から何が起きたのか説明するとしよう。うん、最初はそこからね。ええ、お願いするわ。亡くなっちまったのは、丸賀鉱山の管理委任状だ。これは女王陛下からいただいた。鉱山庁に採掘の管理を委任することが記されてる。丸賀鉱山も元はといえば女王陛下の持ち物だからな。あの委任状があって初めて俺たちが山を掘れるわけだ。そういうものなんだ。鉱山が女王様のものだなんて今まで全然知らなかったわ。ええ、王国憲章ではそう定められていますけど、もちろんあくまで形式的なものに過ぎませんよ。なるほど。でもだからこそ委任状なんてものが出てくるのね。形式上のこととはいえ、丸賀鉱山は女王の私有地。七曜石を採掘するからには確かに何かお墨付きが必要だわ。まあそういうことなんだ。どんだけ大切なものが盗まれたか今の話で分かってくれたか。うん、大切なものなのは分かったわ。で、事件の経緯だけど、委任状がないことにはいつ頃気がついたの？おう、つい今朝方のことだ。委任状をしまってある小箱が開いてるのに気づいてよ。中を覗いてみたら案の定なくなってたってわけさ。じゃあ事件が発覚してからまだ間もないわけか。盗難と断定するのは少し早いかもしれないわね。ああ、俺も同じ意見だぜ。ガキのいたずらって線も考えておくべきだろうな。もしそうなら俺だって安心なんだが、残念なことによ。なんでよ。ひょっとして事件だってことを証明する手がかりか何かあるの？おお、プロはさすがだな。こいつを見てくれよ。うるわしの姫君とその友らよ、取り戻さんと欲すならば、第一の鍵は市中に。女神の傍らに座す者に尋ねよ。 They who sit beside the goddess っていうカードが代わりに入ってたんだ。どう見たって盗みだろうこりゃ。はあ。I need to get Olivia man。 ため息なんかついてどうしちまった？ A naughty dog。 気にしないで。怪盗紳士ブルブラン、ほんとしつこいやつね。We need to kill him, man. That's the only way. なんだよ、そのキテレツな野郎は。そいつが委任状を盗んだ犯人だってのか？断言はできないけど、ま、詮索は後にして、とにかく調査を始めないと。ええ、それが賢明ね。まずはカードの内容に当たってみるとしましょうか。探さなきゃならねえのは、女神の傍らに座すもの。ずいぶんとご体操な野郎じゃねえか。多分これも何かの例えだと思うけど、とりあえず街の中を歩き回ってみるしかないわね。どうやら捜査の方針もまとまったみてえだな。ジョーちゃんたち、よろしくお願いするぜ。うん、頑張るわ。それじゃあ早速捜査に取り掛かるわね。おう、何としても委任状を取り戻してくれよ。Alright, first and foremost, if I'm able to, I'm gonna get Olivia back in the party because we can't solve
a case of his rival without him in the party. You know, I need his feedback, if you will. So what I'm gonna do is he's knocked the fuck out. Shokun, 何かご用かい？どうやらこの天才の力を必要としているようだね。Bro, I need Agate and Olivia right now. Sorry, Chloe, but we got shit to do. Alright, those who sit beside the goddess. Let's try, in here. Right here. Hey, Kevin, what up? Estee-chan tachi, 今回はお疲れさんやったね。うん、ケビンさんも本当助かっちゃったわ。なんのなんの、これぐらいお安い御用やって、なんといっても愛するエステルちゃんのためやもの。またまた調子いいんだから。ほんと軽口にかけては誰かさんといい勝負ね。軽口とは心外な、僕はいつだって本気さ。余計たちが悪いじゃない。邪魔が入っちゃったけど。実はまた教会巡りをせなあかんね。ちょいと野暮用ができてしもうたんや。野暮用ねとかなんとか言ってここに立ち寄ったのも。エステちゃん、なかなか鋭いこと言うな。まあその辺の事情は近いうちに情報交換させてもらうわ。うん、そうね。それじゃケビンさんも気をつけてね。おう、エステルちゃんたちもな。Ah, we got something here, boys. この椅子。No. ちょうど礼拝堂の横に控えるような場所にあるわね。女神の傍らに座すもの。ひょっとするとここのことかもしれないね。うん、調べてみるわ。やっぱりカードがあったわ。第二の鍵は次なる魔法陣。What? 記号は森より来たりしもの。 What? よっしゃ、大正解って本当なら素直に喜びたいところなんだけど。次のヒントは今までなかったタイプね。どんな意味なのかしら。これもどこかの場所を表しているんだろうね。今までの傾向を考えれば多分そのはずよね。ええ、そう考えるのが妥当ね。ヒントに似たものがないか街の中を調べてみましょう。 I'm so glad these are like confined within the city walls. Found something. この木箱の並び、カードにあった記号と形がほとんど一緒じゃない？そうね。箱の数もちょうど5個で合ってるわ。これは調べてみた方がいいわね。うん、それじゃあ早速。さーて、どこにあるのかなと。あっ！第三の鍵は市内に。八つ目の鉄獣の腹を探れ。Eight-eyed iron beast。とかなんとか言ってるんですけど。八つ目の鉄獣ね。ロレント市内のようだけど。やはり歩き回って調べるしかないようだね。とにかく早くカードを見つけてカフェで一息つきたいものだよ。どうか。それじゃ行くとしますか。 How is everybody's orbman situation looking there?What? Agate, come on, G. Alright, I need to fix that. I'll see you guys at the next spot. Nah, it looks like we found something here. ここってエルガーさんの火事場よね。I never noticed this before. 今は火も入ってないし、冷え切ってるみたいだけど。カードにあった、や、あんたはここだと思うわけ？うん、あんまり自信ないけど。ま、念のため調べてみるわ。I still found a card and a key inside the hearth.
ああった。この鍵を持って開かずの扉を開くがよい。というわけで鍵を見つけたんだけど、でこれってどこの鍵を。開かずの扉と言ってたけど、扉という扉に試してみましょう。まあそれしかねえわな。よし、さっさと行こうぜ。きっともう一息よね。よし、気合を入れ直して探してみるとしますか。 There's only one place it could be at, and it's downstairs. Save my game and head downstairs. Do I need to heal? I don't need to heal. I'm good. Stop it. Don't ambush me, bro. Hiya! This should be locked. The door is locked. Use it.All right, here we go.何があるかと思って来てみれば、見たところガラクタばっかね。エステル、待て。 Oh shit, great. な、何をこいつら。質問は後よ。まずは撃退しないと。 Holy shit.Are they annoying? 始末できたらしいな。だね。はあ、焦ったわ。いきなりあんなものが湧いて出てくるんだもん。この辺りでは見たことのない魔獣。これが怪盗紳士流のご挨拶ってところかしら。多分そうだろう。けれど、どうやらこれが最後の障害だったらしいね。ええ。あとは委任状を取り戻すだけね。探してみましょう。あっと、それを忘れちゃいけないわね。あ、there it is。よし、回収。では早速返しに行こうじゃないか。きっと親方も心配していることだろう。そうね。これでよし。いやあ、ジョーちゃんたち。今日は本当に助かったぜ。まさかこうも簡単に取り戻してくれるとはな。さすがはロレントの誇る若手遊撃士のホープだぜ。そんなにおだてないでよ。私たちはただ使命を果たしたまでなんだから。謙虚じゃねえか。やっぱ若いうちはそういう姿勢が大事だぜ。おう、それはそうと、大事なことを聞き忘れてたな。今回の盗みの犯人だけどよ、もう捕まっちまったのかい。 I wish I could, bro. 誰が犯人か、その目星はついてるんだけど。これがそう簡単に尻尾をつかめないやつなのよ。 It still explained all she knew about Blue Blonde's history and how this was a crime of pleasure, not gain. へえ、国際的に有名な怪盗ね。そんなやつがわざわざロレントに来てこの騒ぎかよ。まったく、愉快犯なんてもんは何を考えてるのか。ま、それは私たちも同感だけど。でも委任状の管理はもっと厳重にしてほしいわね。今回は愉快犯で済んだけど、脅迫に使われる危険もあるわ。おう、確かに考えねえといけねえな。だが俺の家じゃ安全に管理できる場所もねえ。いっそ市長に頼んで金庫に入れといてもらうか。あ、それがいいんじゃない。まあ相手によっては安全とは言えないけど、バッチリ盗まれたこともあったわけだしね。だがここよりはマジだろう。いい考えなんじゃねえか。頼んでみる価値はあるぜ。そうだな、そのうち頼んでみるぜ。今日は今すぐ山の方に行かなきゃならねえんでな。あら、ずいぶん忙しいのね。ああ、相変わらず輸出が堅調なもんでな。いくら七曜石を掘っても点で追いつかねえんだよ。オーブメントを使ってりゃ七曜石の大事さはわかるだろ。そりゃもう痛いぐらいにね。いっつもセピスが足りなくて工房でヒーヒー言ってるから。ふう、なんとも悩ましい話。僕の力に見合うクォーツとなるとこれがなかなか手に入らなくてね。なんだおい、そんなに苦労してんのか。それならちょっとセピスを持っていけよ。
昨日ちょうど何袋か持って帰ったところなんだぜ。 A word? セピスをくれるの？おう、そんなに恐縮することはねえぞ。山に入ればいくらでも掘ってこられるんだからな。で、どの属性のセピスがいい？ Oh wow, okay, hook me up with them time sippets, bro. おう、黒曜石だな。ま、数は少ないが工房での足しにはなるだろう。せいぜいいいクォーツを合成してが、うん、ありがとう。ほんと助かるわ。そんじゃ俺もそろそろ鉱山に行かせてもらうぜ。ジョーちゃんたちもそのうちまたロレントに帰ってこいよ。フリッサアーニャ、それじゃ行ってくるぜ。はい、行ってらっしゃい。パパ早く帰ってきてね。アーニャ、いい子にして待ってるんだから。おう、できるだけ早く帰ってくるからな。ママのお手伝いをよくしてあげるんだぞ。うん、こうなると親方さんも肩なしね。じゃあこれで失礼するぜ。え、お仕事お疲れ様。親方さんも気をつけてらっしゃー。 Awesome, that's it. Can we get out of here from this side?Yay. Let's go report it in. お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。Me too, Aina. Me too. 何か依頼を達成したら、また報告に来てちょうだい。So at this point in time, we should have 212 BP. Which is great! Which is exactly where we want to be.So now what we want to do, it's time for us to move on, man. So I'm just going to do our last final. I'm just going to check around one last time around town, see if I missed anything. If not, I will meet up with you guys at the airport. All right, be right back. All right, and we are ready to leave. I went to Perzl Farm and they gave me a premium herb tea as thanks. Yeah, Esther, you're going to leave now?Yes, Alan, I am. せっかく帰ってきたんだから、ゆっくりしていけばいいのに。うん、いろいろと忙しくてね。今の仕事が一段落したら、帰ってゆっくり休むことにするわ。うんうん、そうするといい。さてと、アイナさんからすでに運賃はもらっているんだ。早速乗船手続きをするかい？手続きをしたら、船が来るまでここで待った方がいいわね。もうロレントでやり残したことはない？ Nah, man, I'm done. よし、来た。それじゃあギルドに連絡して他のメンバーも呼んでおくよ。 Estelle's team checked in for their flight and waited for the airship. なるほど。今度のゴスペルは人の精神にも干渉してきたか。そして霧の粒子を媒介に広範囲を掌握コントロールする。うん、これで決まりじゃな。博士、お邪魔しますよ。おお、カシウス、1ヶ月ぶりくらいじゃの。レイストン要塞から来たのか？ええ、ようやく仕事が一区切りついてくれたのでね。陣中見舞いにお邪魔しました。それはお孫さんのレポートですか？うん、今朝ほどロレントから届けられてな。このレポートのおかげでようやく確信が持てたわい。ゴスペルの正体ですか？うん、あくまで仮説だがな。思考実験とカペルを使ったシミュレーションは1000回以上行った。聞くか？ぜひとも。それでは。
このゴスペルが起こす動力停止現象じゃが、お前さん、あの現象がどのようなものだと理解しておる？ゴスペルの周囲にあるオーブメントに連鎖して起こる機能停止現象、そのように捉えていますが。半分正しくて半分間違っておる。お前さんが言った現象はどちらかというと動力魔法のアンチセプトの働きに近い。内部の結晶回路をショートさせ、一時的にオーブメントを働かせなくしておるわけじゃ。じゃがゴスペルが起こす現象はそれとは根本的に異なっていてな、オーブメント内で生成される動力を根こそぎ奪い取るのじゃ。つまり動力停止ではなく、内燃機関で言えばガソリンを抜き取るわけじゃな。いや待てよ、それなら奪われた動力はゴスペルに蓄積されるはず。いいところに気づいたの。結論から言ってしまえば、周囲から奪われたはずの動力はゴスペル内部に存在しなかった。それこそ 1EP たりともな。周囲に拡散した可能性はない。きれいさっぱりとどこかに消えてしまうのじゃよ。そしてエステルたちが出くわした一連の新型ゴスペルじゃが、最新の動力技術では説明できないありえない現象を引き起こした。そのような現象をどうやって引き起こすのかは不明じゃが、一つ確実に言えることがある。それは小さすぎるのじゃ。これまで起きた大規模な異常現象を発生させる機構を手のひら台に収めるのは物理的に不可能だと断言できる。たとえ結社とやらが我々よりはるかに進んだ技術を持っていてもな。なるほど。つまりこのゴスペルは端末に過ぎないわけですね。まさにその通り。ゴスペルそのものには異常な動力場の歪みのようなものを発生させる機能がある。その歪みは共鳴するように広がり、周囲のオーブメントから動力を奪う。そして奪われた動力は歪みの中に吸い込まれて消滅する。いや、正確には消えたのではない、別の空間に送られたというわけじゃ。そしてその別の空間にはありえない現象を引き起こせる何かが存在している。つまりそういうことですか。間違いあるまい。結社はゴスペルを通じてその何かが持っている力を引き出すことができるのじゃろう。まったくゴスペルとはよく言ったものじゃよ。だとしたら何かの正体が気になりますね。遥かに進んだ技術で作られたオーブメントか。それに関してはお手上げじゃ。いろいろな可能性が考えられるが、現状ではこれ以上確かめられん。さてカシウス、10年前と同じことを聞くぞ。この現状を踏まえてわしに今後何をしてほしい？はあ、警備飛行艇の完成をお願いした時と同じ言葉ですか。そうですね。ゴスペルが発生させるという異常な動力場の歪み、その共鳴現象を防ぐ手段を開発していただけないでしょうか。そう言うと思ったぞ。今取り掛かっている発明もそろそろ完成する頃合いじゃ。それさえ終われば。Here we are again. I think what we're going to do, we're going to explore this airship and talk with everybody starting from next episode, because I don't know. I don't want the game to keep a hold of me without me being in control, because I'm already up at 40 minutes, and that's without editing. So I don't know, maybe it'll be a little shorter episode because we ran around a lot this episode. Anyway, that's what I think what we're going to do.
I hope you guys enjoyed this episode. It's been your boy, Kaigo Gaming. I'm out of here. Love y'all, and deuces.